バボコ。今日スタジオに一番早く入ってきた。もうすごいなと思ってよーく見てたら本番ギリギリまでメイクしてんじゃないかよ。10代にはわからない悩みでごめんなさい。10代にはわからない悩みでごめんなさい。以上、慣れないバラエティに奮闘するういういしいメンバーたちでした。いや恐ろしいな。10年越しのブーメラン刺さりましたね。でも本当に思ってたんですよ、水先輩遅いなと思ってて言えなくて、あそこでぶちまけたのが巨大ブーメランで帰ってきた。恐ろしい。